チャック・チャールズ・エリス・シューマーは、アメリカ合衆国の政治家。ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国上院議員。アメリカ合衆国上院院内総務。所属政党は、民主党。ニューヨーク州会議員、アメリカ合衆国会議員などを歴任した。母、セルマ・シューマーと、父、エイブラハム・シューマーの息子として、ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリンクに生まれる。 一家はユダヤ系であり、コメディアンのエイミー・シューマーは親戚にあたる。ブルックリンクの公立高校、ジェームズ・マディソン・ハイスクールを卒業後、ハーバード大学に進学し、政治に関心を持つようになる。1968年の連邦上院議員選挙では、民主党現職のユージーン・マッカーシー陣営に参加した。大学卒業後は、ハーバード・ロースクールに進学し、 1974年に法務博士号を取得する。翌1975年にはニューヨーク州弁護士会に登録したが、すぐに政治の道に進んだため、放送実務の経験はない。1974年、連邦会員への蔵替えのため辞職したスティーブン・ソラーズから地盤を引き継ぎ、ニューヨーク州会院議員選挙に第45区から立候補し、初当選を果たす。 三期連続で衆会議員を務めた後、1981年の連邦会議員,議員選挙にニューヨーク州第16区から出馬して当選した。その後は、州内での選挙化変更を経つつ、連邦会議司法委員会に所属し、第42代合衆国大統領ビル、クリントンの弾劾裁判で民主党を防御した。1998年の連邦上院議員選挙に、 ニューヨーク州から立候補することを表明し、民主党予備選で弁護士のジェラルディン・フェラーロやニューヨーク、市政監督官のマーク・ジェイ・グリーンらを破って、民主党候補に選出された。11月の本選でも54.6%の有効票を獲得し、共和党現職のアルダマートを下して勝利した。その後も連続当選を果たし、議会では、連邦上委員委委員長、民主党では、 上院民主党政策委員長などの要職を歴任した。サーベイサが2009年4月に行った世論調査では62%の支持率を獲得している。2012年大統領選挙で第44代合衆国大統領バラク・オバマが再選された際には超党派で構成される合衆国大統領就任式両院合同委員会の委員長を務めた。 2016年11月、ハリー・リードの退任を受け、民主党の連邦上院院内総務に選出された。ニューヨーカー並びに、ユダヤ系アメリカ人が連邦院内総務に就任するのは、これが初めてである。マスメディアへの露出が多い政治家として知られ、共和党元大統領候補のボブドールからは、ワシントンで最も危険な場所とは、チャック・シューマーとテレビカメラの間であると評されたことも、 あった。1980年9月21日に、アイリス・ウェインズ・ホールと結婚し、ワールドトレードセンター106階の高級レストラン、ウィンドウズ・オン・ザ・ワールドで挙式を取り行った。二人の間には、ジェシカとアリソンという娘が生まれ、いずれも父の母校である、ハーバード大学を卒業している。ありがとうございます。